当に姉さんだったのか。待って、ジェパード、聞いて。保証から報告を受けたとき、何かの誤解だと思っていた。侵入者が姉さんを人質にしているのかもしれない。姉さんの侵入とキンクの警報は無関係なのかもしれない。そう思っていた。だが、姉さん、侵入者から離れ、ゆっくりと僕の後ろに来るんだ。姉さんと彼らは違う。ごめん、弟。私は彼らの味方をするって決めたんだ。数分間だけちょうだい。A fight it shall be then. ちゃんと説明する。もういい、セーブル。ここがどこなのか、よくわかっているはずだろう。ここはランデュー家が最もよく知る場所である。列海に抵抗する最前線、ベロブルグの平和を守る中心的な要塞だ。ここにいるシルバーメイン、ここにいる全員がいつでも民たちのために犠牲になる覚悟をしている。ベロブルグのために血を流す準備はいつでもできている。だが姉さんは犯罪者をキンクに連れ込み、僕の仲間を傷つけ、エネルギー中枢を乗っ取った。ここまで来て未だに過ちを認めようとしない。ランドゥの名にふさわしいと思うのだ。あんたはどうして私がここにいるかわかる。私たちはカンパを取り除き、劣界を封印する方法を見つけたの。それがこの世界が生き残る最後のチャンスかもしれない。それが本当ならどうして大守護者様に報告しない。どうしてこそこそキンクに入り騒ぎを起こす。あんたにはわからない。私たちが真実に近づくのを阻止しているのはカカリアなんだ。姉さんとそこの3人は直接大守護者様に会っている。あのお方に考えを認められなかったからといって好き勝手にするのか。聞いて、ジェパード。列海の誕生と蔓延は正確に関係がある。検証者の記録にある隕石、それが正確のことは知っている。姉さんの後ろの罪人たちはそのために来た。大守護者様はすでに真実を教えてくださった。その者たちには別の魂胆がある。剣装者の宝を盗もうとしている。大守護者様は早くから僕に警告されていた。姉さんは奇抜な考えを持ち、禁忌の知識に触れ、ベロブルグに災いを呼び込むと。Jepard has been here. He's been fed with wrong information. God dang it, Kokolia.民に対する忠誠を信じていた。それなのに、シルバーメイン整列。彼らを捕らえ。列海のモンスターはいつ襲ってくるか分からない。この者たちに割く時間はない。禁忌は真実が隠されているからこそ禁忌なんだ。カカリアは私がそれらの知識を知ること、真実が明るみに出ることを恐れている。世界を救うために私たちは一か八かの賭けに出るしかなかった。もういい。私が言いたいのはそれだけだ。あんたが信じるかどうかは私には関係ない。どうせあんたの姉は昔からわがままだ。嫌いな物事や人には反抗する。決めたことは最後まで突き通す。よし。その説明は裁判官の前でしてくれ。今、受刑官として命令を下す。シルバーメインの禁区を乱した犯人を捕らえろ。これは子供の頃のお遊びじゃない。姉さん、手加減はしない。Boss fight it is then. まだ直してないんだ。大口を叩かないでよね、弟。はあ、交渉しようとしてもいつも最後には必ず戦いになるってうちは言ったよね。Whatever. Let's do this. 下手に動くな。たまには真面目に行こっか。
Sorry, I'm gonna have to fast forward. うちの取っておきを食らえ。無駄な手札。精子拒絶。一年の学び。同点研究。超無一角。ついてないね。始めるか。 Once I get that, I'll just give him debuff for now. You, Dang Heng. All on Dang Heng? Are you serious? うちの取っておきを食らい。精子拒絶。一年の学び。同点研究。超無一角。見せてやろう。強体の薬よ。助かった。弱っておるの。よいしょ。争いに意味はない。 Fine, Marsh will get the job done. What? Indian main guy got the job done. Maybe I should have brought in several teams. Please yield already. We're not going to be able to do this with the power of you. そのような服従に意味はないからな。そうだよ。うちらの目的とあんた、セーバル、ブローニャの目的は同じ。みんなこの世界を守ろうとしてる。それは損護なんじゃないの？敵対する理由なんてないじゃん。ジェパード、弟、ここまで来たんだから、そろそろ柔軟性を身につけない？ たとえよそ者のお友達を信じられなくても、私を信じてよ。あ、もしかしてお姉さんの信用はもう底をつきたかな。だったら少なくともブローニャは信じられるでしょう。ブローニャ様。Good。 言うべきことは全部言ったからね。弟よ、何をするべきかは自分で決めなさい。私はシルバーメインの守衛官だ。大守護者様の命令を遂行するのが責務だ。Final answer? ブローニャ様は事実上の前線指揮官だ。軍機では前線の指揮と後方の喧騒者の指令が対立した場合、そのまま待機して指示を待つことになっている。
Thank you. シルバーメインにとって大守護者様の命令は至高で絶対だ。だが誓いの中には彼女の指揮と同じくらい重要なものがある。ベロブルグのみんなでしょ。民を失えばシルバーメインも存在意義を失う。劣界のモンスターとの戦いはソンゴのためだ。だが君たちとの戦いは今は何のためかわからない。拡大し続ける災いを本当に止められるのなら、ベロブルグの人々は君たちに恩義を感じるはずだ。もし君たちが真の目的を隠すと、嘘に嘘を塗り重ねてブローニャ様と姉さんを利用しているのなら、僕がクリコトに誓って容赦なく君たちに制裁を加えよう。嘘なんてついてないわよ。保証する。君がゼールか。いい腕前だった。だがシルバーメインの戦法とは違っていた。信じるかどうかは気にしないけど、この人たちは確かに仮想部でたくさん活躍したわ。大勢の人が保証してくれるわよ。わかった。このまま北に向かうのなら、完全に侵食された裂界を越えないと反対側の雪原にはたどり着けない。次の襲撃が来る前にシルバーメインは少しは時間を稼ぐことができる。これまでの残影とちょっと違う。I wanted to have a good view. え、今もしかして喋った？ Wait just a minute. 続けては、まずい。ミツキ、どいて。性格。Ambush。ここまでだ。こいつ本当に本体じゃないの？どれだけ見た目が似ていても劣界が生み出した偽物だ。倒すぞ。はい。同点反撃。超無意企画。Yikes。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。 All right, Marsh, you're on the defensive. 即戦即決といこう。よっしゃった。 Fire, electric, and... Wait, what the hell? 殴ったね。This is where server is comes in handy. 動かないでね。今祝福してあげるから。Has been frozen. Now what? Get ready. She's preparing something, but I don't know what the heck it is. 即戦即決と。生死虚実、一年の間、同点兵器、超無一角。67%。What the hell? 逃がさない。ああ。
うちに出くわすなんてついてないね。まぶせ。よし、重傷じゃぞ。よしよし、気を開けよう。He's beating me. Let's take it nice and slow. To here. Don't move. Now, I'll reward you. Start it.うちのとっておきをくらえ。争いに意味はない。49%。聖史書術。一年のマナリ。同点元気。超無一角。Okay, before that, if you guys don't mind.Kokoria level 36. No status. Skill. Let's see. Okay, got it. Uchi ga iru ndakara makenai yo. Tsuranuke. Ah, main guy's frozen. Oh, she's getting ready for her ultimate again.どけ、騒ぎを起こしたくはない。罪人よ、極寒の審判を受けるがいい。逃がさない。おのいろん。即戦即決といこう。わしが直してやろうか。ほれ、体が良いぞ。助かった。ああ、maybe I should have waited. Never mind. いや、殴ったのね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。This has been fun so much.So far, it brings back the days of me playing them old school Final Fantasy games. Where you have to plan your move carefully and not make a single mistake. Seishi Kyojutsu, 一年の学び。同点元気超無一角貴様らの敗北は決まっている。 Oh boy, here we go again. But at this point on, I think I pretty much figured how her pattern works. 逃がさない。 Okay. 動かないでね。今祝福してあげるから。争いに意味はない。 Reserved to 1.4.よし、始めるか。ナイスタイミング。ルールは破るためにある。でいいの。ここ
Ouais, t'as plus de vie, celui-là. Ah, mais il va exploser. I hate it when she does that. And now she's preparing for her ult. Doke, 騒ぎを起こしたくはない。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。ベトルになってんの。エンガスローゼン。罪人よ、極寒の審判を受けるがいい。よっ、Come on, get back up, get back up. 生死拒絶、一年のマナイ、同点元気、超無一角。3% left. Okay. うちの出番。シールド動かないでね。今祝福してあげるから。あ、天狗です。逃がさない。殴ったね。速戦。ルーシー、One last percent left。争いに意味はない。約束された世界。残念だっす。消えちゃった。あの階段、もう進める道はあれだけよ。この先がどこに繋がっていようと、そこが旅の終点だと考えていいだろう。こんなに早く終点に着きたくないの。うちはうちのために終わりなんて求めてないのに。つまりブローニャ、そして上層部と下層部の運命がこの先にある。私たちがその命運を握っているのね。変なの、恐怖とか緊張とかもっと感じると思っていたけど、そんなことなかったわ。今はただ現実味がないだけね。はい、実を言うと慣れるまでが大変なんだよね。うちも前は姫子と洋おじちゃんに頼ってばっかだったし。列車は世界から世界を渡る。俺たちはただの客客であり、物語の一節を見届けるものに過ぎない。俺たちは常に世界の存亡を決定づけるような大きなうねりを避けてきた。だがどうしても避けられない時はある。つまり、あんたの初めての開拓の旅は超ラッキーだらけだってこと。しんみりするようなことを言おうと思ったけど、やめたわ。あんたたちとの冒険なら、どんな困難も平気だって思えるならね。そうだよ、楽しい冒険にはもともと制約なんてものはないんだから。困っている人たちを助けて、信頼できる仲間を作って、This is the spirit of trailblazing. There you are. Yeah, stop it. 抵抗するな、ブローニャ。共通の意志を受け入れるのだ。What is she trying to do? これは私が望んだものじゃない。彼らが約束してくれた未来を見ろ、ブローニャ。貧困、寒さ、苦しみのない世界、囚人のように生きることのない世界、私たちが永遠に守り続けることができる世界。700年間私たちは絶えず挑み、絶えず抗った。人間性という光が私たちを復興に導くと考えていた。だがその結果はどうだ。私たちは大敗を喫した。なぜ私たちは圧倒的な力を前にした時、その言葉に耳を傾けるよりも先に抵抗し耳を塞ぐことを選ぶのか。
それこそが人間性の奥底に潜む消せない愚かさ、そして臆病さなのだ。それらを放棄し、貴様を縛る鎖を解いてやろう。性格は人類を進化させ、かの方は洗脳はそこまでよ、魔女ゼーレン。やはり来たか。あの凄まじい吹雪で貴様らを葬れたと思ったのだが。甘いわね。あんたを倒すまで私たちは倒れたりしないわ。This ends now. あんたたちの間に何があったのかわからない。今説明されても多分難しい内容は理解できない。それでもはっきりしていることが2つあるわ。1つ目、こいつらは性格というものを封印するためにわざわざここまで来てる。2つ目、私が言ったことを覚えてる。あんたに何かあったら私が必ず助けに行くって。そういうことだから。分かったかしら。たとえあんたがそこにいる女に洗脳されて私たちの約束をきれいさっぱり忘れてたとしても、私はあんたをぶん殴ってでも連れて帰るわ。ベロボギチュ、ボニア。ゼーレン、それにみんな。もうよいか。貴様らには十分な時間を与えた。別れの時間をな。貴様をここに連れてきたのにはもう一つ理由がある。それを教える時だ、ブロニア。私は貴様の選択を見届けたい。私は全ての真実を貴様に告げた。性格との取引も、私たちのかけた願いについても。私たちの間にもう秘密はない。何年も前、初めて性格の声が耳に届いた時、私は歴代の守護者たちと同じように目を閉じて耳を塞いだ。あの時の私は今の貴様と同じだ。苦しみながら喧騒者の言う尊厳を守っていた。私の信念は揺るぎないものだった。しかしある日、突然現れた変数によって全てが崩れ、私の前にもう一つの選択肢が現れたのだ。それは古い秩序を覆し、新たな世界を迎え入れるということ。そしてそれはおぼろげでますます遠ざかる孫悟よりもずっと現実的なものだった。私はずっとこれらをどのようにして貴様に伝えるか悩んでいた。約束された明日はいつか必ず訪れる。もし貴様が私のそばで共に新しい世界を見守ることができないのなら、私は苦痛に苛まれるだろう。ブローニャ、決して消えない苦痛にな。貴様らには感謝すべきかもしれないな、よそ者。貴様らという圧力によって私はやっと自分の最後の弱点に向き合えた。ブローニャ、子供の頃から私の意思に従えと強制したことはない。いずれにせよ貴様には常に選択肢がある。これは昔も今も変わらない。選ぶがいい、娘よ。The right choice, Bonia. カカリア様、私を育ててくださったこと、そして選択の権利を与えてくださったことに感謝しています。でも、ごめんなさい、お母様。今この時は、あなたのそばに立つことはできません。There you go. 人間性の奥底にあるのは愚かさと臆病さであり、絶望的な状況は人間の心の闇を反映している。それはあなたの言う通りかもしれません。でも絶望的な状況の中で生きるために懸命に戦っている人たちをあなたは見ていない。私は彼らの中に光を見た。禁区の前線で、下層部で、あなたが見ようとしなかった隅っこで。私たちの祖先はこの町を自らの手で築き上げ、
吹雪の中で文明を守るために戦ってきたのです。たとえ世界が崩壊する定めにあったとしても、その道は人間の手で切り開かれるべきものです。運命はこの災いの種に委ねるものじゃない。I won't be surprised if this is Glyphos' voice. 私たちは普通の人間から選ばれた守護者です、お母様。そして守護者の職務は人々が築き上げた世界を損護すること。私たちは神でもなければ審判者でもありません。あなたは人間性を踏みにじり、同時に審判者と神を演じようとしている。こんなこと私は許しません。そうか、それが貴様の選択か。よくわかった、ブローニャ。残念だ、貴様がこの美しい世界を見られないことは実に残念だ。思想の束縛を解くことはできなかったのだな。知っていたか、本来貴様は新世界の母となるはずだったのだ。地面、地面が揺れてる。何が起こってるの？はい、ゲルベリー。まずい。この都市ベロブルグの運命はすでに定まっている。それは私たちの手の中で展開されるのだ。そして貴様らは新世界の礎となるがいい。古いものを壊さずして新たなものは作れない。大守護者として起動を命じる。動物エンジン。 Oh, now what? 軽装車の古代ロボット、みんな気をつけて。 So now we're fighting against a mecha of some sort?Unless you provide shield then. Yowch!Trying. Rule は破るためにある。楽にしてやる。 Next. Wave two.Okay, that was not good. 破るためにある。
敵で沈める。進化されね。ダブルキュー。 OK, that's enough already. よっしゃ、見せてやろう。Come on, Bailu. You gotta do some healing, man. That's more like it. I think I can just use.うちがいるんだから負けないよ。いや、シューフス。死んだだけ。即戦即決とお前の番だ。ボンブンボン。うちに出くわしなんてついてないね。ない。Ouch. 始めるか。ブロック。うちってばなかなかやるぜ。範囲になれ。即戦即決といこう。お前の番だ。残念だっす。But it's not over yet. What was that?Back up. Nice.Do not tell me this is a one-on-one fight. Kami no chikara! Oh, what the hell? You can't be serious. Hikoeru ka? Chikara ga wakitatte iru. Utatte iru no da. Seikaku ga yakusoku shita mirai koso ga kono sekai no yuiitsu no kibou. Oh boy, this is a one-on-one fight. You can't be serious. Sore wa hanbushitsu legion wo kuchiku shita.Alright, let's do this. It really is a one-on-one fight. You can't be serious. Buddy, you can't be serious, right?
破るためにある。いいライフセン。I'm just gonna keep blasting her. 軟弱で愚かな人間、どうやら身の程というものを知らないらしい。私が絶望を教えてやろう。Oh shit. Oh shit. Now what? ここは宇宙。俺はカカリアと戦っていたはず。どうしてここに？前回ここに来た時、ナヌークは俺をちらっと見てた。まさか。商業区が陥落しました。住民の避難が完了しています。何をためらってるのカカリア。あんたもずっと待ち望んでたんでしょ。カカリア様、モンスターがこちらに押し寄せてきます。ここはお母様、やはり私には理解できません。Who's that? Toshin が泣いている。孫悟の力が消えている。最後の最後に、私たちは性格の意志に抗いきれなかった。Kokoria abandoned the preservation?Then let others carry on the wheel of the preservation.
small cutscene. Pardon me if I'm wrong, was that Tifa? And the main guy got himself a new weapon. This is it. Well, that's not. An ally is currently being locked on. Please. Okay. Use. Shield on. Main guy, I guess. Let's see if I can try my best to break Kokoya. Plus, a magma will is activated when AJ is attacked. Consume 4 stack of magma will to use enhanced basic attack. Got it. Now what? Are not these nonsense. The engine of creation is activated. Use it to destroy lands of the eternal peace. Got it. Buddy, what the hell? An ally target's action can charge the engine of creation to unleash preservation creation's wrath. Got it. Recover from break. Damn! Well, that's the first look of Fire Trail Blazers Ultimate. Doesn't do much, but better than nothing. Perfect.
Heal up on, 動かないでね。今祝福してあげるから。よいしょ。アクティベート。難攻不落。うまい。逃がさない。オノイドン。曲はあなたに私のリズムに乗れ。うちに出くわすなんてついてないね。シューオン、うちがいるんだから負けないよ。ボン、ブン、ボン、ブロック攻撃のチャンスだ。ブラッシュ盛り上がってるじゃん。もっと叫びなさい。And she recovered from stagger. Let's take a nice and slow. Yari saki ni hiyo. Ono no yari o tatsukire. Nigatanai. 52% left. Let's take this nice and slow.10% left. Okay. All right, Mingai, you need the final blow. Wait, not over yet? What? There's a phase 2? You can't be serious. Come on. There's a phase 2.I didn't see this coming at all. Music though. That's her ultimate? Oh! Ow! 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 Ow!Thank goodness I have Bailu. Alright, time to get serious. I'm gonna reserve my R just in case she summons more of those ice element swords. Creations renewed. Don't move.
準備はいい？犯行も養蔵も名落も全部She's ultimate again. Ouch. And what? I'll use my the Arden to break her. Oh, thank goodness you recovered. And she recovered from stagger. Again?That won't break her, but never mind. Okay, should I heal main guy? But main guy's off. Come on, I'll just slowly heal her. Plus.Not good enough. She's gonna spam her out. I think I pretty much know how her pattern's gonna work. Bailu, you're up. Populia. Did she sacrifice herself of some sort?できましたか。今回の開拓本当に大変だったけど、タンコ、それにあんた、うちら見事にやり遂げたね。あ、でも性格はどうしたらいいのかな。今までは全部ヨウおじちゃんが処理してたけど。姫子さんとベルトさんには連絡を入れてある。この性格は2人が封印してくれるそうだ。OK。さすが。これでこの世界の危機は去ったってことだよね。風雪激しく、止まるは難し。性格が封印されれば、寒波は徐々に収まっていくだろう。だが、この世界の劣化は急激に広がることもなければ、忽然と消えることもない。ヤリイロ6は確かに再生の可能性を得たが、それには時間が必要だ。ここから先は彼らの努力次第だようだ。
Right. みんなありがとう。What do you want to do now? ベロブルグにとってこの勝利はただの始まりに過ぎない。やるべきことはたくさんある。あの造物エンジンによる騒動にはきっと市民たちも気づいたはず。多くの疑惑を晴らす必要があるし、公表すべき真実もある。ただどうすればみんなに受け入れてもらえるのかわからない。Telling on the truth, I guess. そんなことが本当に可能なの？お母様の真の目的を人々に告げ、700年も続いていた嘘を明らかにする。ダメ、それは絶対にダメよ。ツール、私どう説明したらいいかわからないけど、他に方法はないと思うの。仮想部で私たちは毎日ある言葉を子供たちに言い聞かせてた。明日はきっと良くなるってね。そうすればたとえ嘘だと分かっていても希望を抱いて眠ることができるから。もしここで起きたことが知れ渡ったらどうなるか想像できるでしょう。人々は間違いなく絶望してしまう。守護者さえ信用できなくなったら、私だったら何を信じればいいのか、何が信じられるのかわからなくなるわ。お母様はベロブルグを損護するために犠牲になった。天外から降り立った来訪者から彼女は性格の秘密を知らされた。そして彼女は初代大守護者であるアリサ・ランドが性格を破壊できなかったことも知っていた。それでも彼女は人間の想像をはるかに超えた力に挑むことを決意した。そして大守護者カカリアは自らを犠牲にしてベロブルグを危機から救った。今からこれが真実になる。あなたたちはどう思う？それならまだ孫悟の希望はあるわね。合理的だな。少なくとも嘘だと反証するのは極めて困難だ。どうして嘘をつかなきゃいけないの？よくわかんないからパス。うちはやっぱり本当のことを言う方が好きだもん。でもみんなの言うこともちょっとは理解できるよ。Let's use this version。理解してくれてありがとう。多くの人にとってお母様は優秀な守護者だった。真実を残したいのなら過ちも狂気も邪悪も夢も全て私の記憶の中に留めて私が背負えばいい。大守護者の責務を受け継ぐ以上、私は甘い幻想を捨て去る必要がある。ごめんなさい、ツエレン。あなたにはこの秘密を私と一緒に守り続けてほしい。私たちの命が尽きるまでずっと。もちろん。どうすればいいか分かってるわ。ありがとう。それじゃあ前に約束した通り上下をつなぐ橋を架けるために動きましょう。You'll be fine.市民の皆さん、私たちが今日ここで共に祝うことができるのは、とある偉大な守護者が自らを犠牲にしこの都市を蝕んでいた災厄を駆逐したからです。カカリアランドの犠牲により、私たちは新たな一歩を踏み出せる。吹雪は静まり、烈海も必ずやシルバーメインが抑え込むでしょう。私は北の地で前任の大守護者が恐ろしい力に立ち向かう姿を目にしました。そしてその命が尽きる時、彼女は
後悔の念を語ったのです。それは10年以上も上下を断絶してきた封鎖霊のことでした。時が経ち、傘下に気づいた彼女が後悔し始めた頃にはもうすでに後戻りできなくなっていたのです。死の淵にあった彼女は願っていました。性格が消えた後にベロブルグが一つとなり、上層部と下層部が共に夜明けを迎えることを。下層部の皆さん、私には許しを請う資格はありません。この十数年という歳月はあまりにも皆さんに多くの傷を残しました。それでも皆さんの力をお借りしたいのです。皆さんの忍耐と汗なくしてベロブルグの復興も文明の存続もありえないからです。次にこの場を借りてベロブルグを訪れた客人たちに感謝の念を伝えたい。多くの市民は彼らの存在すら知らないでしょう。しかし彼らこそがこの枯れかけた世界の希望となったのです。彼らのおかげで私は大地を損保するだけでなく、空も見上げるべきだと気づくことができました。私は信じています。私や皆さんの努力によってこの世界は、開拓者にヤリーロシックスと呼ばれているこの世界は必ず生まれ変わると。どうかその日が来るまで私が先頭に立つことをお許しください。ベロブルグ第19代目守護者ブローニャランドがここに宣言する。ブローニャさんに礼を言え。ベロブルグは永久再現。優先度？どういう意味よ。あんたにとって仮想部の再建は重要じゃないってわけ？違う。ただ現時点で調達できる資源は限られているから、長期的な計画を立てないといけないの。資源、計画、あんたそんな言葉ばかり使うようになったのね。分かった、もういいわ。やっぱり私一人で下に。感情的にならないで、ゼーレ。ブローニャには私のそばに。彼らの旅にはきっとたくさんの困難が待ち受けてるのね。ええ、私たちが直面する未来よりも厳しいものかもしれない。でも必ず乗り越えてみせる。たとえ今みたいな言い争いが永遠に続くとしても私喧嘩は得意なのよね。